セキュリティ行こうかな。すいません。開けさせていただきます。ごめんね。ごめんね、慎太郎くん。今、すぐ開けるからね。すいません。ほんまにめちゃめちゃ。嘘やん嘘やん姫おい、こら、ジルベール渡る。ジルベール慎太郎、待て、こら。おい、こら。三田君っぽくもないしなとは思ってて、お、一名さんとだ。あ、うまい。いやー、ほんま死ぬなー死んでるこれメインじゃないんすかね。ほう、金庫と宿舎前とミーティングはないです。ないです。藤宮貨物一人脇です。ねえ、私もメイン脇だったけど最速脇してるはずだからちょっと誰がいたかわかんない。なんかちょっと僕メイン脇かなって思ってる根拠があって、はい、高田さんとエンジンルームで立ってたんですけど、はい、なんかメインルームの扉が左開いたんですよ、うん、でも開いたのに誰も出てこなかったんで、なんか開けるだけ開けてそのままする人っているんかな。開けたって人はメインの左。誰だ。その前に宿舎前はアルト、トータス、ハイブリ、あと誰だっけ、慎太郎。慎太郎アルト、トータス、ハイブリ、慎太郎、はい、ハイブリ慎太郎がミーティングルーム、トータスが金庫、うん、一回戻ってきました。最後宿舎前のヌン乗って右行きました。うんうんうん。その4人はもう絶対無理。アルトハイブリと僕が宿舎前通路から一歩も動いてないことをトータスが証明できると思うので、うん、怖ってなった。あ、これもう一回お願いします。宿舎前通路がアルト、慎太郎、トータス、ハイブリ、はい、アルト、慎太郎、トータス、ハイブリで、メインホールがピカクロス分け、エレクトリカル折りですね。高田オラフはエンジンルームから一歩たりとも動いてないです。あら、いいっすねじゃあもう3のオーダーでいいんじゃないですか。いや、で、竹尾エンジン脇で左向かってコックピットです。開いてんのがキッチンとアーカイブってことですね。メインのその扉開けた人。ああ、そっか。それがクロスはメインから下に降りてるのが正しいのであれば開けてない。三田さん、インポスターか。三田が開けてるね。うんうん、かなって思うんですよね。高田さんどうでした？開いた音聞こえました？ね、キャスクの最高率だけをずっと構築してる。あー、同じことをしていました。竹尾さんは高田さんとオラフ君弾けるんですか？その扉の犯人ではないじゃないですか、竹尾さんは。エンジン脇ってことなら。いや、でも僕キッチンで沸いてた場合って切れますよ。三田さんがキッチンで沸いてればね。あ、竹尾さんがエンジンで沸いてるのを見てないの？高田さんとオラフ君は。それ見てるはず。ん？え？すいません。なんかいたようないなかったごめんな。はいはいはい。高田さんもインポスターの可能性もあるかもかね。なんでいや、もうタイガのところ誘導してくるんですよ。まあ、とりあえずさっき竹尾さんは見たんですか、はい、オラフ君は。いや、いたんじゃないですか。さすがに仁王立てのところに僕もいましたっていうのはリスクあるんでいたと思うんですけどね。なんか茶色はいた気がするな。エンジンに竹尾さんが湧いてることが証明されるなら、扉開けたのが、まあ、三田さんかインポスターで消去法的に藤宮ピカになって、そう、ね、まあなるね、うん、ローラーでもいいのかなって思いますけど。まあ大丈夫だとは思うかな。今回のケースだったら他が全部位置関係取れてるし左側に固まってるからワンチャンが竹尾さんなんだよな。いや、ワンチャンぐらいなんか、まあ、もしくは高田オラフの二郎とか。そうですね、僕がもう扉開いたっていうの嘘ついてるっていう、ないと思うけどな。
なんかね、それもなさそうな気がするんだよな、うん、あのエンジンルームで湧いてるんだったら多分武雄さんが視認するはずだから、その三田さんまでを、うん、開いてるって、ごめんなさい、いや多分開いてたと思うんやけどな、扉、うん、え、これ釣ります？任せます、任せます、どうだろう、入れないならスキップでいいじゃないですか、僕はちょっとまだ1キルですし怖いっすね、うんうん、これアルトさんとかどこに投票したんですか、うん、僕はね、ピカクロスにしか入れてません、なるほど、わかる、死因じゃあれだからアルトさんに入れますバツバツ、富士宮さんからのローラー提案だったんで、富士宮さん結構白目に見ちゃうなっていう。まあ、おっ、おー、行きましたね。行きました。分かりやすいのお土産してください、どっちかお土産してあげます。また近づいてきてもらって。慎太郎くんをこの前の仕返しやりたい。死んどる。死んどる。お土産天使がされてる。これ誰？いや、ピカさんはコックピットのキルじゃないと無理です。ほぼ藤宮ピカで。高田健司さんはキッチン脇です。でそのまま武器庫の方へ、なんだっけ、展望のやつやった後にキッチン取って武器庫の方に上がっていってるはずなので、あら、え、でも5秒以内ぐらいのキルです。え、武雄さん一回確認して、もう一回確認してますか、あれ。そうです、そうです、開けて確認しようと思ったら死んでたんで、え、やっぱ左だと思います。じゃあエレキに行く人全員しろ、ね、4人かな、慎太郎、武雄、アルト、トータス、うん、かな、うん、そこ全部しろです。トータスさんともう一人誰だったっけ、一緒にいたの、トータスさんと一緒にいたのって武雄さんだっけ、武雄さん、はい、あ、そっか、と僕がすれ違ったので、はい、ハイブリさんも無理かなと思う、うん、やっぱそうなってきたら、まあロー、でもピカさんやってるとしたらコックピットのベントぐらいですけど、高田さんは見てないの、私目線藤宮さんを全くもって白とは言い切れないかな、全くずっと一緒だったってわけではなくて、まあ、見逃してるタイミングもあったから、あれ、オラフ君これ中央ボタンですよね、これ中央ボタンです、メインエンジン宿舎前ミーティングってきました、オラフ君も難しそうだと思うので、まあ、ひとまずロラ回すんだったら、まず今日からロラ回してくださいって感じです、うん、ロラの方がいいんじゃないですか、竹尾さんの白も取れるんですか、多分竹尾さんは取れますよ、あ、はい、トータスさんが見てる時に死んでなかったですよね、高田さん、ああそう、死んでなかった、一瞬見た時は死んでなかったです、まだその後アルトさんも見てるはずなので、僕がその間診察室から出れてないので、そうっすね、僕が、うん、まずキッチンで高田さんがあのリスポンしてるのは確認しているので、あのね、私最終位置展望デッキの方に行ってるんだけど、キッチン周り自体はなかったと思う、うん、うん、それは言える、お土産怖いんでボタン残ってる人、まあ一応僕が押しに行きますけど、ボタンを押しに行くから、で藤宮さんだ、いや、あの誰か藤宮さんにも、はい、そうですね、もう一人来た方がいい、うん、サボタージュはもう全力で行きます、ここでキルをしたらバレちゃうんだよね、はい、ナイス、まあ、ここはローラ込みますというか、まあ、うん、ああ、そこ聞こうか、この2人が両クルーの場合ってあります、この2人が両クルーの場合って、やったら、あ、オラフ君のオラフ君は、いや、あ、僕、まあ、一応僕視点の説明すると、はい、コックピットから、確か停電後ですね、停電後に、ピカさんがエンジン側から来て、そこからずっと一緒だったんですよ、うん、で武器庫のタスクも一緒に、武器上下しまって、キッチンまで一緒で、ピカさんが、展望デッキで、僕がキッチンに残ってタスクをやってました、で、まあそんな時間経たずにボタンだったんで、ピカさんがやってるとしたらもうコックピット、あ、ピカクロスさんは高田さんとすれ違ってはないですか、まあ、ピカさん今釣ったんだよ、そっかそっか、藤宮さんもすれ違ってはないんだよね、あ、でも僕はあのキッチン脇っていうのを思い出してそれは言いました、はい、僕も高田さんと一緒に湧いて先に高田さんが抜けてます、え、ちなみに武雄さんってなんでオラフ君指定したんでしたっけ、うん、え、ミーティングのボタン押してるからじゃないですか、で僕が間に合わない場合だからです、間に合わないってことですよね、よりも宿舎前で切ってボタンとかだったらいけるくない、ピカさんが高田さんを見てないとおかしいと思うんですよね、そキッチンから武器庫側に抜けてるはずなので高田さんが、うん、
まあでもそう。そっか、うん、ドラム百剣士を切ってのドラム君のだったらそこの両代がなるのか。そんなことしないっすよ。いやでもそこ両代の場合って初手切りが多分武雄さんぐらいしかないんで、俺が一番懸念したのは武雄オラフの二郎なんで。あ、うん、あ、オラフ君が切った場合って、あ、違う違う、でもそれやったら剣士を切ったことによってオラフ君が白石入ったんかなって思っただけ。あ、それで武雄オラフがありえるんじゃないの。はいはい、僕がメインの扉が開いたなんてポスターだったら、まあ、いや言いますね、まあ、言いますか。まあ、まあ、多分ピカさんで落ちてると思いますけど。はい、ガンガンタスク進めます。あ、でもピカさんだった場合は相方が何もしてない可能性があるんで、ここフラットに見ていきます。なるほど、そうですね。任せよ。どこへ行った？戸田さんに行くのかな。これがメインホールのシャワーのところですね。え？ん？メインホールの、うん、ジョボジョボするところ。女性？女性？で、僕、アドミン見てたんですけど、セキュリティあたりに一人いましたよね。あ、僕かな。僕ですね。あ、え？ちょっと前ですよね。ちょっと前。あ、僕です。リアクター鳴り始めたタイミング。あ、はい、僕です。で、昇降機に二人いたはずです。僕とハイブリさん。はい、あれ？あれ？慎太郎くんがヌーンで移動してきてくれてたけど、右が直すのがハイブリ、うん、ああ、そのハイブリさんが直してるのを見ました、ここ。ですね、2人いて、その時にメインが2だったんですよ。で、その片割れがシャワー、アーカイブ、昇降機って来てるはずなんですよね。あ、それ僕です。トータスさんじゃない？だったらトータスさんじゃないかな。いや、でも僕じゃないんですよ。ちょっとあれ、じゃあ一応タスク3両聞いときますか。そもそも最後に、あ、むっちゃ残ってます僕。めっちゃあります。じゃあそれか。はい、最後オラフ君とすれ違った後、はい、あれメインでメインあたりでハイブリさんとすれ違わなかった？最後は僕とですかね、トータスさんは。メインですれ違ったよね。メイン以外で、メインでは、いや、すれ違ってないですね。あ、じゃあオラフ君とメインですれ違ってるんよ。ああ、はい。その時女性のとこ見てないからわからんのか、死んでたらそうかもしれんな。レポート女性入らないと光らないですよね、お客さんかな。そうですね、入らないと、うん、僕はもうメインで一人置いてあるのをもう発見してたんで。これって、あ、慎太郎さん懸念してたオラフ君、武雄さんってないと思う？あ、もうないですね、絶対に。オッケーオッケー、分かった。二人ともないってこと？俺、オラフ君はまだあると思って。いや、まあ、片割りインポスターはあるけど、二郎はないですよ。ハイブリさん視点、トータスさんの方が後から来ました。トータスさんの方が後から、いや、てか俺、トータスさんが来たのを知らない。俺、下にいたから。僕は右に合わせて、ヌン左にあるから、回っていった時にオラフ君と会ってるの。僕じゃないんで、ちょっと、あ、クソ、オラフ君。トータスの乱、再び。あ、謝ります。オラフ君、釣ってください。あ、オラフ君になるの？え？多分。いや、武雄さんかもしれんけど。俺の目線、どんどん近いです。終わらないです。はい、
え、終わると思ってたんですけど。いや、僕も、え、多分オラフ君もないんで。だって、竹尾さんのアドミン情報正しいんだったら、セキュリティがオラフ君なんですよね。はい。あるのか。ただ、僕が最後、待って。相方位置ではあったのか。いや、それだったら言わへんか。いや、僕、ま、一つずつ洗っていきます。なんか、いや、多分だけど、最初の2体がどっちもピカクロスさんとかで、はい、だから残ったインポスターは、おそらくアルトさんしか切ってないとかじゃないかな。うん、ああ、そういうことか。え、ごめんなさい、慎太郎さんって左側直したんですよね、あの番、はい、あ、了解した。ハイブリさんかな。オラフ君がセキュリティいたんだったら、え、でもそれってさ、それは時間経ってからじゃない、もしかしたら。一応オラフ君がじゃあね、メインで切ってセキュリティまで移動する時間はある。いや、でしかもメインで、だってだからメインにトータスさんがこれ来るほぼ確定やん。じゃあ、うん、トータスさんが言ってたのってメインですれ違ってるオラフ君ってめっちゃありえるんじゃないの。普通にオラフ君じゃないの、うん、その場合は、誰だっけ、アルトさんだっけ。アルトさんがずっとメインに残り続けてるっていう話なんですよね。あ、じゃ、まあ、女性それなかなかないと思うんですが、女性正直ね、俺やれないから。慎太郎タスク終わってるんですけど、うん、皆さん無理、タスクは。いや、無理っすね、もうちょいある。まあ頑張ったらいけますか。困るな、どうしよう。素直に考えたらいいんじゃないのって思ってしまう。え、ハイブリさんして僕がインポスターになってるんですか、これ。いや、だからトータスさんじゃないんやったらオラフ君じゃないの、普通に。トータスさんがクルーになるんだから。いや、僕竹尾さんのセリフもあると思ってるんで、あんまり竹尾さんの釣りたいには賛成できないっすね。ちょっと待って。いや、ごめん、俺決めきれないわ。ちょっとオラフ君はないと思うんだけどな。いや、僕ではないです、はい、僕はハイブリさんの方が濃いと思ってるんで、ハイブリさんに入れます。竹尾さんのインポスターもあると思うから、だったらちょっと僕タスク終わらないと思います。頑張ってくれ、頑張ってきちい、行けなかったか。竹尾さんが上行った。これ開いてダメなんだよ。慎太郎を探せ、慎太郎を探せ。直った。慎太郎を探せ。すごい気があった。アドミンかセキュリティの方か。いった。アドミンかセキュリティの方に行ったんじゃないのか。53秒。これでキルしてリアクター直してだ。扉開いた。ハイブリさんが昇降機右側で切ってたんで、オラフ君を、はい、で僕上からなんで見えてるんですけど、多分向こう目線は僕のことが見えてなかったと思いますね。ハイブリさんからは、いや、じゃあ慎太郎君になるのかな。俺は開いてたのでリアクターなかなか直せなくて申し訳ないんだけど、だから見えてない。多分竹尾さんずっと左側ぶってましたよね。俺むしろ左側でキル起きてるんやと思ってた。だから竹尾さんやと思ってた。だからハイブリさんが本当に右ずっと打ってるんだったら直るんで、リアクターがってぐらいかな。そこは竹尾さんに信じてほしいかな。いや、無理ですね。でもそもそもハイブリさんオラフ竹尾っていう指定を
されてたと思うんですか。あー、まあケアで考えてはいた。一応それがあるのかっていう話は慎太郎君から出てたから。まあ一応あの時って6人盤面でめちゃくちゃ時間が経って1死体だったんで、絶対ないんですよね、タケオグラフ君って遅延行為やってない限りは。だから僕も追ったのは7人盤面までなんで、その2人は、ね、いや俺それが普通にスケブゴート広げたのかなになっちゃったかな。その時に一応あるのっていうのを確認したし、俺の中では剣士とオラフ君が2人でにしろにしろみたいになってから剣士を釣られた時に、あ、切られた時にオラフ君が、これで城の進行で大丈夫って確認をした時に広げられたっていう認識だった。うわこれマジで信じてほしい。これは何か質問ありますか。覆らないので僕はもう投票します。あ、危なかった。そうくそー。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイス。いやナイスゲーム。なるほどな、なかったですね、降りなかったの。いやトーラスさんごめんなさい。慎太郎さん、いやいや全然全然、はい、あの僕とオラフ君はもう死体逃しまくってたらしくて、いやすいません、もう僕はもう率先して死にまーすって降りていきましたよ。すげえな。あっこめっちゃうまかった。慎太郎さんはアーカイブで待ってる、オラフ君は先降りるわ、うん、みんなむちゃくちゃすげえなと思いながら見てる。いや僕はもうハイブリさんが門番してる気しかしなかったんで、うん、ずっと待機してました。いや俺はねもうねずっとねドア開けをしながしてあげていた慎太郎君に殺された恨みを晴らすためにずっと慎太郎君探してたんだよ。やっと見つけたと思ったら横にオラフ君いるし。